こんにちは。カナダ在住ネマタです。例の裁判評決の影響、狂った世界の例、オハイオ州、ペンシルベニア州ということでお話をしていきたいと思います。はい。えっ、ー、と、最初にですね、今日この後もう本当にストレスの溜まる話しかしませんので、最初に明るい話を一つしておきたいと思います。えー、アリゾナ州のマリコパ軍なんですが、えー、現在ですね、あの、投票用紙と投票機器が輸送中です。 はい。で、あの、一つですね懸、懸念されていたのが、その輸送中にね、何かいらんことされるんじゃないかとかね、そういうような危険性があるかなっていうことで、えっ、ー、と、FOX 系列がですね、リアルタイムでそのトラックを空撮してます。はい。えっ、ー、と、この、これ、これ、これ、こいつらですね、これ、これ、これとか、そんな感じですね。はい。 まあ、で、これで、あの、その、どっかですり替わるとか、そういうことが、まあ、ないようになっているということですね。まあ、あの、投票用紙に関してはね、もうすでに一回勝手に移されてるっていうことで、もうその時点でちょっと危険性はなきにしもあらずなんですが、まあ、ちょっとそれを言い始めたら、もう話が進まなくなってしまうので、一回それは横に置いといて、はい。とりあえずですね、金曜日から、えー、もう順次、えっ、ー、と、検査が開始されるということですね。210万票ありますからね、えっ、ー、と、5月14日までずっとかかるということです。はい。で、えっ、ー、と、これ、なんですが、その、 投票用紙のそのチェックっていうか検査ですね、えー、はですねその1つのテーブルごとになんか2つのカメラをつけると。で、えー、と手元が分かるようにに、その真上に カメラ設置して、で、それもリアルタイムでストリーミング放送するということなので、えっ、ー、と、まあ、基本的には変なことが起きないように万全を期して、で、公平になるようにするということですね。はい。えっ、ー、と、まあ、本当にね、これ、投票用紙に関しては、投票機器はもう僕は横に置いといて、投票用紙に関しては本当に怪しさ満点ですので、まあ、これはぜひともね、あの、成功させていただきたいなというふうに思います。 はい。ということで明るいニュースでした。で、続いて、えっ、ー、と、昨日の氷結が出て一夜明けたわけなんですが、今日ですね、司法省が、えー、ミネソタ州とミネアポリス警察を捜査することを決定したということで、何をっていう感じだったんですね。えっ、ー、と、なんかその、警察のその業務状況みたいなのを捜査して、で、まあ最終的にはミネソタ州のまあ警察改革に着手する可能性があるみたいな感じらしいんですが、 え、何よっていう感じなんですよね。うん。まあ、あの、多分本当に周りのその世論に流されてこんなことになってると思うんですが、あの、本当に何よっていう感じがしますよね。これも現場で働いている人たちからしたらたまったもんじゃねえなっていう風に思うんですが、あの、彼らがその、今後押ししてるのってやっぱりその BNM とかその辺の連中なんですよね。で、彼ら、これな、もうこのポスターがいい例なんですが、もう結局ここなんですよね。これ何言ってるかというとですね、 これあの、その、有罪評決を喜んでらっしゃる連中の、まあ、考え方なのかなっていうふうに思うんですが、え、すべての警察がチャービンだって言ってて、その、昨日有罪評決が出たジュレック・チャービンですね。と、まあ、あの、他の警察は全部同列だよというふうな、えー、ポスターですね。 で、さらに、えっ、ー、と、我々にとっての正義とは、警察を廃止することっていうですね、もう本当に何言ってんのかが全くわからないことを言ってたりとか、えー、あとは昨日あった、その、平和的と言われるデモ活動という名の暴動ですね。えっ、ー、と、ニューヨークであったものでは、なんか、うんと、外で、 食事をされている人たちに向かってですね、白人はここから出ていけっていう風に叫んで、まあ結局なんか白人差別につながるようなことが今起きているということなんですよね。はい。で、まあ今のその構造的な状況でいくと、なんか黒人がトップに立ってて、で、その下に白人とアジア人がいるみたいなね、あとラテンの人はまあどこにいるのかよくわかんないんですが、まあそんな感じになってるみたいな感じで、 うん、なんか結局変な方向に変な差別が進んでるよねっていう風に見えるので結局頭の悪い人たちにこういうの任せてちゃダメだよねっていうのが僕は結論かなという風に思います。はい。 で、えっ、ー、と、変な例というか、まあ、これが地獄だなっていうような例を二つご紹介したいと思います。まず一つ目、えっ、ー、と、オハイオ州のコロンバスですね。えっ、ー、と、これね、多分知ってる人も多いかなって思うんですが、昨日なんですが、その、氷結が出た数時間後に、1時間以内かな、16歳の黒人の女の子が警察に撃たれて、で、その結果亡くなったというニュースが出てきたんですね。で、おいおい、このタイミングで僕マジかって思ったんですが、えっ、ー、と、もう、そ 国警察がボディーカム公開しましまたもうその話が上がった2時間後とかからもう本当にすごく早かったんですがもうそれ見てああなるほどねというふうに思いましたしあの警察官は絶対に悪くないです絶対に悪くないですはいでこのボディーカムの内容ねぜひ見てほしいんですがあのー、どうしようかなリンクはなんか変なことになりそうかやめとこうあの多分なんかネットで探せばすぐ出てくると思いますおはイをコロンバスでナイフで調べれば多分出てきますはい で、どんな状況だったかというと、えっ、ー、と、まず警察は、喧嘩が起きているっていう通報を受けて、現場に駆けつけたんですね。で、駆けつけたぐらいの時にですね、その外でなんか大喧嘩になってて、で、2二人か三人ぐらいがその警察の間ぐらいに走ってくるんですよ。で、えっ、ー、と、一人の女の子がですね、えっ、ー、と、この16歳の黒人の女の子がですね、ナイフ持ってたんですね。で、ナイフを持って、 で,でえっ、ー、ともう完全に追い込まれた状態になっているピンクの服を着た黒人の子にナイフ持って飛びかかったところで警察が発砲したんですよ。なので発砲しなかったらこのピンクの子は100%もう今いないです。はい まなので、もう今回は、あの、守るためにも絶対にやらなければならなかったことになります。はい。で、えー、とはいえですね、結局ね、その警察が、その未成年の、しかも黒人で女の子を撃ったっていうですね、もうあのメディアの大好物なようなネタが転がってこれば、もちろんですね、あの、大騒ぎする連中が出てくるわけなんですよね。 はい。ただ今回警察の受けも早くて速攻ボディーカム出したもんだから、えっ、ー、と、ま、それによってまあ真実が明らかになったわけなんですが、まあ、それによって逆に追い込まれる人もいます。そのいい例がこのですね、ブリーニューサムっていう人なんですが、 あの、全然カリフォルニア州何の,の変な事実と関係ないですからね。はい。あの、この人はあの、いわゆる BLM を促進あ、そう、えっ、ー、と、なんだ、あの、推進している連中なんですが、えー、この人がですね、あの、まあ、即刻警察批判を始めたんですね。ただ、そのボディーカムが出てきたらですね、え、これ絶対に悪くないじゃんっていう話になってきて、まあ、結果ですね、その、とはいえ警察を批判しなければ自分のメンツが丸すぶれになるっていうことに,になった結果、とんでも理論をですね、発明するんですね。こいつが何言ったかというと、 黒人の社会では、喧嘩でナイフを使うという長い歴史があるんだと。要は、このナイフで飛びかかったのはあれ、文化だから、警察が関与するべきものではなかったんだ。だからまた無駄な命が一つなく、失われてしまったんだっていう、いあの、ピンクの服の子は無視ですかいっていうようなことなんですね。はい。まあ、あの、なので、その、彼らからするとですね、そのナイフで喧嘩するのは文化だから、まあ、警察は何もするなと。 いうことなんですよ。もう本当に何言ってんのかがわからないんですよね。何言ってんのかがわからないんですよね。もう一回言いますけど、本当に何言ってんのかわからないですよね、うん。まあこういうような、もうなんだろうな、うー、んうん、頭が良すぎる人がね、あの、たくさんいらっしゃるっていうことで、まあこんなことになってて、で、多分ですね、コメントがね、大炎上したからだと思うんですが、今あのコメントっていうかね、ツイートがあの、閉鎖されてます。はい。で、えー、っと <laughs>、 多くのメディアはですね、今回どういうふうに取り上げてるかっていうと、このボディー感が出てきた後の報道がまあ本当にね、ああって思ったんですが、この母、その、打たれたこの母親、 かまたはまあ抗議者っていうかまあ頭の弱い人たちの集まりですよね、えー。その人たちの画像を見出しに使用して、なんかもう警察がまた変なことをやったんだみたいな感じにしてるんですけど、真実はそのピンクの服を着た子が本当に命の危険にさらされていたから、警察は仕方なくそういう行動をとったんですよというのが真実だったんですね。 はい。で、まあ、これを受けて、あの、市も動いていまして、オハイオ州のコロンバス市長がですね、あの、民主党の方です。アンドリュー・グリーターっていう人なんですが、えっ、ー、と、この市長はすぐに、事件が発覚したすぐには警察批判しました。はい。えっ、ー、と、まあ、ちょっと条件反射的にするのももういかがなものかなっていうふうに思ってくるんですが、ただその後、ボディーカムが公開された時点で、えっ、ー、と、会見開きまして、 で、ボディーカムの映像から警察官は我々のコミュニティの一員の命を守るために行動したっていう風に発言してい、まあ、要は警察を擁護する発言に切り替わったということですねはい、まあ、なので、まあ、ここでね一つ学んでいただきたいのはその何でもかんでも脊髄反射で警察が全部悪いんだっていう風にするのはまあ、お門違いかなという風に思います今日もどこだっけなサウスカロライナで確かなんかあったんですが結局それはねえっ、ー、と捜査令状か何かをは 執行する時に何か暴れてなん,なんちゃらかんちゃらみたいな感じでねあの、まあ、結局警察にその従わなくてで警察に危害が加わりそうだったからっていうことなのであのなんだろうな、うん、結果警察悪くないよねっていうものばっかりかなというふうに思います、はいでえっと、これがその昨日の話です。 で、今日一夜明けて、えっ、ー、と、今朝会見を警察のチーフがやった中で、あの、記者がですね、あの、足を打つ選択肢ってなかったのかっていうふうに聞いたんですね。で、まあ多分こういうのはね、映画とかの見すぎなんじゃないかなっていうふうに思うんですが、現実的じゃないんですよね。打ったからといって絶対に動きなくなるかって言ったらあんなことないし、あの、本当にね、その現場のあの動画見ていただければわかるんですが、あれ、足打っても、 結局、全体重かけてナイフ振り下ろしてますからね。それぐらいの距離になってましたから、まあ、あの、足打つとか関係ないっす。はい。で、ま、そこじゃなくてチーフが言ったのは、あの、そもそもその足っていうのは的が小さすぎると。だから我々は胴体を狙うように訓練をしていると。 で、あの時の現場の状況は明らかに命の危険があったから、えー、その場にいたオフィサーは、まあ、あの正当な行動をしたんだよというふうにしっかり話してくれていました。はい。えっ、ー、と、まあ、これが普通かなっていうふうに思います。で、まあ、こういう系のですね、あの、話が出てくるとコメント見てるとですね、もうは笑っちゃうんですが、あの、一番トンチン感だなと思ったのが、ベアスプレーはなんで使わなかったんだみたいなことを言うやついるんですね。まあ、テーザーは 100, 100歩譲ってね、まあそういうふうに言う人もいるかもしれませんが、あの、ベアスプレーってあれですね、あの、 なってみの唐辛子スプレーですね。はい。 で、<laughs> もしその場でね、あの仮にベアスプレー使ってたとしたらどうなったかって言ったら、あの、まずね、そのナイフ振り下ろしてるこの後頭部にスプレーかかるわけですよ。もうあの、それって全然意味ないわけですね。<laughs> なので、で、結果としてそれ誰に効果あるかって言ったら、そのナイフで襲われているこの顔面にはスプレーぶっかかるけど、結果としてそのナイフで刺されるわ、ベアスプレーかかるわっていうので全く意味がないことになるから、なんでそんなことも想像できずにこんなこと言うのかなっていうふうに僕は正直思っちゃいました。 はい、えー。ということで、あの、全部ひっくるめて言うと、警察は悪くないっていうのが今回の結論です。はい。で、もう一つ、えっ、ー、と、ペンシルベニア州のフィラデルフィアですね。あのー、すごいです。はい。 もう10年後の地獄がですね、目に見える教育方針をされています。えっとですね、幼稚園から小学2年生を対象に授業内容の、まあ、指示書といいますか、こんな感じのことを授業で扱ってくださいねっていうような指針が、えっと、ファブリックスクール内なんですが、出てきました。はい。えっと、一応ですね、過去、うん、と2月かな、2月の時に僕報道を見たんですが、フィラデルフィアのその一部のファブリックスクールでは、まあ、強烈な白人差別カリキュラムが今推進されているということが報じられているんですね。あの、ま、あ多分内部に その先生がそれを暴露したわけなんですがもう耐えられないといいととうに多分思思ったんだと思います、はい、で具体的に何を教えてるかっていうとなんかアメリカはヘイトピラミッド構造になっていてトップに白人がいて下に黒人がいてで彼らはその我々をあの黒人を見下してるんだみたいなねそういうピラミッド構造があるんだとか、えー、と黒人共産主義を称賛するような,、えー、なんか授業をしてくださいみたいな,なんかそれを提唱している人を の日日か何か何ををお祝いする日を作りましょうみたいなもうちょっと何言っていうのかよく分かんなかったんですがあのまあそんな感じでですねかなりやばいしカリキュラムが今進められてるってことなんですね。でまあそんなことをやっているところでね、えー、これ幼稚園から小学2年生対象にってもうさ何が何だか分かってない子たちにこういうことを植え付けるのって僕よくないと思うんですね。 うんで、えっ、ー、と、今回何をやったかっていうと、まあ、授業内で、あの、その昨日氷結が下ったあの二人の人たちにですね、えー、に関して扱ってくださいと。あ、ちょっと別件なんですけど、昨日から大川幸久さんの動画見て、あれめちゃめちゃ名前も出してるし、あの、画像も使ってるしで、でも、普通に広告もついてるぐらい問題ないってあれすごいですね。なんで僕、 僕はあの広告つくつかない以前の問題で警告来たんで、あの、なんでしょうね、この差はね <laughs>。ちょっと僕は差別を感じますよ。はい。えー、と、ま、それは横に置いておいて、えっ、ー、と、この授業の中で、あの、その二人に関して扱うと。で、伝えてくださいっていう内容が、なんか、白人警察がアフリカ系黒人を差別してるんだよと。その結果、今回、一人の命が失われてしまったんだよ。だから警察が悪かったんだよ。 で、アメリカの警察の多くは、えー、いくつかの警察はこういうことをしてるんだよっていうことをまず教えてくださいと。で最終的なゴール地点何かっていうとそのアメリカにはジェノサイドにつながる構造的差別システム暴力があって皆さんはこのピラミッドの中のどこかに今いるんですよみたいなことを教え込めっていうんですね。でこんなことしてさその教育をちっちゃい頃からずっと 受けてくるとどんな子が出来上がるかっていうのはまあ、想像できますよねうんこれはね怖い世の中が10年後には待ってるんじゃないのかなっていう風に思いますよねでさらに言うとこんなことを教え込んで警察官になりたがるものすぎて出てくるのかっていう話ですよねまあ僕いないと思いますよ で、現実問題なんですが、フィラデルフィア警察が、確か、これ、一応こ先週って書いてあるの先週か2週間前なんですが、えっ、ー、と、もう5月から人員不足に陥る。で、もうすでに4月の途中から陥ってるっていうことを公表してまして、えっ、ー、と、相当現場やばいそうです。で、それをさらに、まあ、押し進めるようなことをしてしまうことになりますから、まあ、怖い話になってくるなっていうふうに思います。うん。もう、本当に、 アメリカにちょっっとききづらくななるよよねてていうような感じがしてきますね、はいまああのなんでしょうねどうすればどうにかなるんでしょうかねまあとりあえずねあなんかこういうのをね推し進めてる人たちがねその恐怖に合わない限りは多分一生変わらないんですよねでまさかねその例えば自分が強盗に入られましたとかなんか命の危険にさらされましたっていう時に警察に通報したらお前ら一体何なんだっていう話になりますから、まあ、多分そういうような危険に自分たちが 合わない限りは一生こういうのは気づかないんでしょうねはい、まあ、とりあえず僕はあの警察をすごく支持しますはい、まあ、なのでか、ね、彼らがですねその警察の重要性っていうんですかね治安を維持するために重要だよっていうことにね、えー、気づいてくれることを切に願っておきたいと思いますはい、ということで今回の動画は以上にしたいと思いますえー、最後はですね、昨日あの今引っ越しの予定があるよって話をしたんですがまあ、それに鳴らすためにですねあのたぬきくんがですね、昨日その ケージの中、ケージっていうんですかね、あの、キャリーバッグの中に勝手に入ってってくれたってことをお話ししたんですが、デブちゃん乗れば、ね、の例はね、なんていうのあの、いや、そうじゃないっていうパターンですね。<laughs> あの、その、中に入るわけじゃなくて、わかりますかねこれあの、その、カバーっていうんですかね、あの、メッシュになってるんで、多分、 気持ちいいんでしょうね。うん、そこで寝ちゃうっていうので、まあ、これでね、慣れてくれればいいんですけど、どうなるのかなっていう感じで、中にはね、あんまり入りたがってなかったので、あの、まあ、タヌキはね、すごい、あの、好奇心旺盛なので、まあ、そことはデブちゃんは違うなっていうような感じがしましたね。はい。ということで、まあ、こんな感じですごい対照的なデブタヌキくんたちでした。はい。で、あ、ちなみに、なんあの、 先週ですね、デブちゃんとの出会いに関する思い出話を語るですね、短い動画をあの1本あの猫動画の方で上げてますので、ご興味ある方はあの概要欄の方から見てください。で、あの、今週か、まあ、今週末ぐらいにはね、次、タヌキくんとの出会いに関してですね、そこも、えー、と動画にしたいなというふうに思ってますので、よろしくお願いいたします。はい。ということで、最後までご視聴ありがとうございました。失礼いたします。